はい、速稼塾の久保です。今回はね、商品紹介でございます。こういったスマホにイヤホンがあるじゃないですか。こういうね、ワイヤレスイヤホン私使ってたんですよ。こうやって骨伝導って言って骨にね、直接音楽を送ってくれるやつなんですけども、これもとっても使いやすかったんですけども、最近はね、このこういうやつ、こういうね、ちっちゃいのに入っていて、これがそのまま充電器になってるんですよ。これすごくないですか。こういうちっちゃいので、これそのままね、パカッと開いて耳に入れると、これでペアリングするんですよ。すごく便利です。充電もね、しっかりしてくれますし。で、こういうタイプのをまずはね、アップルの AirPod っていうのを買ってみたんですよ。これね、2万5000円ぐらいしてむちゃくちゃ高かったんですよね。で、これ未だに使えるんですけども、はっきり言ってこれね、普段使う気にならないんですよ。だってイヤホンとかちっちゃいじゃないですか。これ落としたりとかなくしたりしたらすごいダメージがでかいんで、とってももったいなくてね、使えないという現象に入ってしまいました。というところで、私はね、ワイヤレスの3000円ぐらいのやつ、すごく似てるやつがあるでしょ、これを買ったんですよ。でもこれも実はね、洗濯機に入れたまま水没させてしまいまして、使えなくなりました。ということで新しくこれを買ったんですけども、これも最近同じように洗濯機にポケットに入れたまま洗濯しちゃってね、使えなくなっちゃったんですよ。誤作動するようになったんですよ。ということで、アップルのこれね、これを洗濯機に入れなくてよかったなと思ってるところなんですけども、でもやっぱりね、また洗濯機に入れそうなんで、アップルのやつってちょっと使うのやめようかなと思ってて、今日発注して届いたのがこれです。やっぱりまた買ってしまったというね。結局ね、これだけ買うとさすがに2000、3000でも、これだけ買ってるとね、もう一個アップルのイヤホンと変えたんじゃないのみたいなことになってしまいますけど、まあ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 、イヤホン私好きなんでね、今回のはどんなやつかなと思って見てます。あ、こんな形ですよね。同じですね、大体中に入ってるのはこれ。もう本当に素っ気ないもんですよ。で、今までと何が違うのかなと思うと、充電器がね、これでちょっと大きめになってますね。で、ここになんか光るところがあるのかな。あー、いいですね、これ。こんな感じです。で、今までと最大で違うのは、イヤホンがこんなちっちゃいんですよ。こんなに。ほら。すごいちっちゃいでしょ。で、今までのは、こう、棒みたいなのがついてるんですよ。ね。これね、モイモイみたいなやつでしょ。すごいちっちゃい、ほら。これを、こうやってはめて、こんな感じです。今までのこれは棒がちょっと出てるんですよね。このぐらいの違いなんで、もっとなくしそうですね、これはね。まあ、これからはこれを使っていこうかと思います。充電の仕方は簡単で、こうやって入れると84って書いてあるでしょ。84ってのはこの入れ物自体がもうね、充電されてて、はめるとこのイヤホンに、ワイヤレスイヤホンに充電してくれるんですよ。こうやって両方充電中です、今。で、これはタイプ C の USB で充電してくれるというね、優れものでございます。タイプ C の充電器、こうやって入ってるのと、あとイヤホンのね、こう柔らかい部分っていうのは、耳当ての部分は何個か入ってるってことです。あとはもう何も入ってないということですね。私はね、黒じゃなくて白を選びました。黒の方が良かったかな。でもね、なんですか、白の方が見つけやすいような気がしたんですよ、なくした時。まあ場所にもよりますけどもね。どうですかね、どっちにしてもなくなっちゃうかな。やっぱりなくなったらまた買おうかと思います。これね、これも3000円ぐらいなんですよ。3000円ぐらいですね。やっぱり高いですね、いちいち買ってたら。まあでも最初のがね、2万5000円ぐらいなんで、それに比べたらだいぶ楽になりましたけども、なんかね、これだったら最初から骨伝導、これ未だになくなってないんで、これ使ってればいいような気がするんですけども、でもこの小ささはね、いいですよね。しかもこれペアリング早いんですよ。これ何の設定もせずにはめるだけでペアリングしてくれますんで、 Bluetooth でね、すごく使いやすいです。今回紹介したのが、なんだろう、型式、どこに書いてあるの？ワイヤレスヘッドホン、ハイディフェンション。型式がどこに書いてるのか分かりません。分からないんですけども、Yahoo ショッピングで買いました。まあ以上ですね。まあ探せば似たようなもいくらでも出てるんで、もしね、URL リンクが必要でしたら、私の買い物履歴から、URL をコピーペーストして送りますので、ご連絡ください。まあでも何でもいいと思いますよ。本当同じですから全部、これじゃないといけないってこともないしね、これじゃないと便利じゃないってこともないですし、まあなんせ私まだ使ってないですから、これから使いますんで。それじゃあまた会いましょう。失礼します。